スコット・ブレイディはアメリカ合衆国の俳優である。1924年、ニューヨーク市のブルックリンクに生まれる、兄のローレンス・ティアニーも俳優として知られている。地元の高校へ進学し、第二次世界大戦が始まると、アメリカ海軍へ従軍。退役後は、兄のローレンスがすでにロサンゼルスで俳優活動を開始していたため、ブレイディもロサンゼルスへ渡り、 タクシーの運転手などに従事する傍ら演劇を学んだ。1948年にジェラルド・ギルバート名義でザ・カウンター・フィッターズに出演して映画デビュー。1950年代には出演作を増やしていき、1954年に出演した大写人などで広く知られるようになった。同時にテレビシリーズなどへも出演し始め、一般にもその名が浸透し、 俳優としての格好たるキャリアを確立した。晩年はテレビドラマを中心に活躍していたが、1984年にジョーダンテ監督のグレムリンなどへも出演している。同作品ではグレムリンにより恐怖のどん底に陥るマチキングストーン、フォールズの保安官を演じた。1985年、カリフォルニア州のロサンゼルスにて死去。60歳だった。ありがとうございます。